皆さんこんにちは、かみちゃんことひろみでございます。はい、今日はですね、皆さんにお伝えしたいことがあって、はい、動画を撮っております。なかなか語彙力がない私ですが、一生懸命お話ししたいと思っていますので、もしよかったら最後まで聞いてみてください。まずこの絵を描きました。はい、なんでこの絵を描いたのかと言いますとですね、先日ですね、ハイヤーセルフを描いてみたっていう動画を出したんですよ。で、その後に、まあ、いろんなメッセージをいただいて、まあ、それがですね、もっとありのままを出しなさいと、もっと自分を出していいんだよって、すごいそれを言われたんですよ。そうで、私ね、この前の動画で気づきがあったんですとか、あまりその、はっきり言うとスピリチュアルとか宇宙とか、そういう言葉をあまり使わなかったんですよね。なんでかっていうと、スピリチュアルとか宇宙とかって、宇宙人とかね、そういう話って、なんか昔の私の勝手なイメージで、なんか、本当なのかなとか、なんか怪しいなとか、なんかまあ私にはあんまり関係ないものだよなとか、結構そういう感じで、別に興味が全くなかったわけではないし、それを否定するつもりはなかったんですけど、まあそういう世界っていう、スピリチュアルっていう言葉自体がね、なんか私的にあんまりいいイメージでなかったので、なんかそうやって私がスピリチュアルとか宇宙とかっていう言葉を出したら、なんかそうやってこう嫌な印象を持ってしまう人がいるんじゃないかなと勝手に思って、私は気づきっていう言葉にしたんですよ。で、今思うとね、なんかもうそういうこう一つこう壁を作るじゃないけど、なんかこう、なんか本当の自分を出せてないなっていうのに本当に気づいて、で、この絵を描きました。眠ってた種から、ニョキニョキニョキって芽を出して、双葉が出たよっていう絵です。そして、このなんかいっぱい散らばってるのは、私がこう仮面をつけてたんですよね、ここに。それをこうパーンってこう外れたよって、仮面が外れたよっていう感じですね。で、この鳥さんは、私は本当に一人ではこういうことに巡り合えなかったですし、たくさんの方に、もう家族含めね、本当にたくさんの方に支えられて、こうやって一生懸命お水を汲んで、多分ここに運んできてくれたんですよね、この鳥さんはね。なので、そういう、私一人の力でこうやって芽を出したわけじゃないんだけど、仮面を外すことができたよっていう、この鳥さんのおかげでね。はい、絵です。こうです。ありのままの自分を出すということです。私は今、スピリチュアルとか、あと宇宙の法則っていうのを知って、本当にね、もう本当に、自分の気持ちも心も違うし、体の調子も違うし、何もかにもが本当幸せで楽しくて、もう今まではちょっとこう疑問に思ったり不安に思ったりすることも本当よくあったんですけど、そういうことがあっても、その法則を使ったりとか、スピリチュアルのそのワークっていうのをやるだけで、本当に心が静まるというのかな、穏やかになる、安心するっていう風に過ごせているんですよね。なので、それをね、本当はこういう絵を通じて一つ一つ伝えたいなと思って絵を描こうと思ったんですけど、それじゃあ間に合わないなと思ったんです。私絵描くの遅いし、なんかこう一つ一つそれを伝えてたら、なんかあんまり頭の中で整理するのが難しいんじゃないかなと思って、で、私って本当なんていうのか、長い文章を読んだり、長い文章を理解するっていうのが本当苦手で
なんかこう短い文章でパンパンパンってそれをこうまとめて要約してくれたらなみたいな感じで思ったり、自分で勝手にこう要約しちゃう部分があってですね、まあ、それだとこうパッと思い出す時に思い出しやすいなっていうのもあって、でまあそういうちょっとこれ置こうかなことで、今日皆さんに伝えたいことを8項目あります。この8個の法則、8個 ?8 つの法則というか、をもう本当実践するだけで、生活の中に取り入れるだけで、本当に気持ち変わってきますし、人生が本当幸せな方向に行きます。はい。もうこれは、スピリチュアルっていうのは本当目に見えない力なんですけど、いろんな方が言われてるように、地球の波動がなんか上がって、できてるから、そうやってなんかスピリチュアルに目覚める方も多くなってるよって、そういう動画とかで YouTube とかで言われてる方もいて、本当まさに私がその一員というか、本当にスピリチュアルに出会ってよかったなって本当に心から思うので、ちょっと前置きがもう7分も経っている、長くなっちゃったので、もう早速、お話ししていこうと思います。はい、この子はうまるちゃんって言います。かわいい。ちょっと私一人じゃなんか心細くて、この子に助けてもらおうと思っています。はい、でこちらです。はい、じゃあこの、ちょっと娘から鉛筆を借りてきました。1波動、2ハイヤーセルフ、3ブロック解除、4エゴの声、映画あ5映画、6願望、な、ちょっと待って、あ、はい行動、8自分を愛すということです。で、私が勝手に師匠だと思っているこのスピリチュアルアキコさん、スピリチュアルアキコさんっていうのかな、 YouTube されてる方で、もうこの方に出会って本当に、なんだろう、本当に良かったと思っています。本当に、だから私のこの説明が、その方、そのスピリチュアルアキコさんがお話しされてたことを私なりに解釈して皆さんにお話しするんですけど、私のなんか言葉とかがよくわかんないという方も、ぜひこのスピリチュアルアキコさんの動画をぜひご覧ください。とってもね、心穏やかっていうか、話し方もね、穏やかで優しくてね、なんだろうな、ほんと心地よくって、でその方インドに住まれてるんですけどね、なんか私インドに結構興味があったりとかしてあらーとかって思いながら、そうなんです。なので私はこのスピリチュアルアキコさんから本当にいろんなことを吸収させていただいて、このようなまあ8個の項目についてお話ししたいと思います。これを実践、生活の中実践するだけで絶対変わります。何か変わります、絶対。はい、なのでぜひもしよかったら最後まで聞いてください。多分長くなっちゃうと思うんですけども、聞いてみてください。はい、まずこちら1番波動です。波動なんだっていうとですね、波動っていうのは、まあちょっと私も正直なんか細かいことはよくわかってないんですけど、まあざっくり言うと、なんか人っていうのは周波数でできているというね、この目に見えないこう波バーみたいな、なんか周波数っていうのでできてて、それを波動って言うらしいんですね。そうなんです。ちょっと説明がね、本当私ね、なんていうのかな、本当下手。こちらのね、スピリチュアルアキコさんを、そう、細かいことを知りたいという方は見てください。はい。まあ、波動でできているんですよ。この波動。波で動く、この波動です。で、この波動を、まず、整えるということが大事なんです。整える。それが、波動を整えるっていうのはどういうことかというと、安心したり、リラックスしたり、好きなことをしたり、もうそれをしてるだけで、この波動っていうのは整ってくるんです。安心とか、もうリラックス、ほーっとするなみたいな。でも自分が好きな、これは好きだっていうことをしてる時が、こう波動がすごく整ってたり、もう眠いなと思ったら寝たりとか、この絵を描きたいなと思ったら絵を描いたりとか、
もうぼーっとしようと思って、こう、もうなんだろう、お茶したりとか、自分の好きなコーヒー飲みながら、自分の好きなお菓子食べるとか、もうほんとそういうので波動が整ってくるんですよ。で、波動が整うとどうなるかっていうと、人が発する波動っていう、波動がこう、ボワーンとこう波動が高くなるっていうんですけど、高まって、いい方向に行くんです。いい宇宙の波に乗るっていうの、こうブイーンって宇宙の波に乗って、ほんといい方向に進むんですよ。これ不思議なんですけど、もうほんと不思議なの。これ不思議っていう、不思議前提で話してるので、目に見えないからね、なんか、確かに信じるのは難しいかもしれないんだけど、最初は半信半疑かもしれないけど、とりあえずやってみようって、もうぜひやってみてほしいんです。まず安心、リラックス、自分の好きなことするっていうね、この波動を整えるということです。なんかいろいろ書いたらもう余計わかんなくなるかなと思って、あえてもう書きませんが、こう波動です。波動を整える。そうするとですね、この前言った、ハイヤーセルフっていう、このハイヤーセルフっていうのはですね、高次元の自分、なんか今私たちは3次元に住んでるんですけど、より上の高次元、もう5、6、7次元とかね、の自分がもう一人いるんですよ。で、それっていうのが、私たちが今こう意識的に、意識として使ってるのは、健在意識。健だ。健ちゃん。はい。健ちゃんです。で、無意識に使ってるのが潜在意識、センちゃんです。はい、センちゃん。で、このセンちゃんはハイヤーセルフなんです。わかりますか？ちょっと意味不明、もう、甘味の説明意味不明という方は、はい、こちらのスピリチュアルあきこさんの動画を見てくださいね。はい。まあ、言うとですね、この波動を整えている時がハイヤーセルフになっているよっていう時なんです。このハイヤーセルフになっている時っていうのはね、本当に直感が冴えますし、なんか、なんだろう、心地いいですし、もう本当に、なんだろう、いい方向に行くように、このハイヤーセルフさんがいつも誘導してくれるというか、道しるべを出してくれるんですよ。ね？だから、人生が幸せに過ごすことができるということです。はい。幸せに過ごすことができるんですよね。このハイヤーセルフさんです。次が、このブロック解除です。ブロック解除ってまた、なんか、統合のワークとかっても言うんですけど、まあ、いろいろ言い方があるみたいで、ちょっと私もわかんないですが、まあ、一応このブロック解除っていうのがあります。このブロック解除っていうのは何かって言ったら、例えば嫌な気持ちになったりとか、イライラした気持ちってどうしても生活に出てくると思うんですよ。こう、うぎゃーみたいな。そういう時に、この、ブロック解除のワークっていうのが、ワークなのかなっていうのがあってね、これをすることによって、で、スーッとね、そのイライラとかが消えちゃうんですよ。まあ、消えちゃうんですよ。なんか、ね、そうなんです。不思議なことのとこも、私これ、もっと早く知りたかったな、みたいなことなんですけど、まあ、どうやってやるかというと、このスピリチュアルあきこさんがおっしゃるにはですね、誰かに嫌なことを言われた。なんか、悶々としている自分がいるっていう風なことがあるとするじゃないですか。じゃあ、こう、誰か他人に嫌なことを言われて悶々としている自分っていうのを、こう、電球に置き換えてですね、その悶々としている自分を電球に置き換えるんですね。で、その電球をくるくるっと外して宇宙にポーンって捨てるんですよ。宇宙にポーンって捨てたら、今度は新しい電気を取り付けて、くるくるっとつけて、その光を、電球の光を浴びるんです。ふわーっと。もう、その電球が目に見えようと目に見えまいと関係ないんですよ。自分で想像するんです、その電球は。はい。で、電球の光も想像です。はい。自分で想像するんですよ。うん。で、そうするとね、その、もやもやってした気持ちが、いつの間にかスーっていなくなっちゃうんですよ。不思議で、ほんと不思議。そのね、あきこさんは、
連休で言われてたんですけど、もう本当いろんな、やり方があって、私は最初は紫の炎、なんか、なんとかっていう、ごめんなさい、名前忘れてしまって、なんとかの方のワークで、なんか、あきこさんが言われてたんですけど、紫の炎にそれを、もやもやを例えてね、で、その紫の炎を、こう、燃やすと、だんだんとこう、上に塵みたいなのが出てきて、それが、このゴールドの、こう、粉みたいになって、それが自分に降りかかってくるよ、みたいな。そういうワークもあります。どちらでもいいと思います。電球の方がやりやすかったら電球でいいですし、紫の炎がやりやすいなっていう方は紫の炎で全然いいと思います。はい。これは本当にめちゃくちゃ使えます。めちゃくちゃ使えるってね。じゃあ本当にね、だから何かちょっとでも嫌だなと思ったらもうね、ああ、嫌だ、感じた、うん。受け止めた !OK! ってやったら、もうブロック解除しちゃいます。すぐに私。それがいいか悪いか分かりませんが、私はいいと思ってやってます。はい。そしたらね、すごい楽なんです。いつも悶々と考える必要はなくなります。はい。あとですね、このエゴの声ですね。4番目、エゴの声。エゴの声っていうのは、まあ、ちょっと自分の中で、こう、ネガティブな部分ですね。まあ、例えば、なんかこう、頭がこう、急に痛くなってしまったとか、頭が痛いよーってなった時に、その頭のところにこう集中してですね、痛いところに集中して、これは私のものではない、エゴのものである。これは私のものではない、エゴのものである。これは私のものではない、エゴのものであるってね、こう唱えていくと、なんとなくその頭痛がね、消えてくるんですよね。で、まあ、そうやって、エゴのものだと思ったら、もうすっとそのことに集中しないようになるべく考えない。うん。頭痛の。頭がちょっと痛いなと思っても、なるべくそこに集中しないようにするっていうのが大事なんですよ。まあ、私はなんか、あまりこのエゴの声自体は、使ってないって言ったらあれなんですけど、まあ、例えば、こう、痛いなって、ここが痛くなったって言った時は、もうすぐに痛い自分を勝手にブロック解除しちゃいます。なんか痛い自分っていう電球をポンポンって、こう、宇宙にポンって投げて、新しい電球くるくるってつけて、で、あ、光浴びて、ああ、大丈夫、みたいな。私、頭なんか痛くない、みたいな感じで思うんですよ。なので、あんまり私はこのエゴの声っていうよりは、ブロック解除でほとんどいろんなものを外しちゃいます。それともこのね、エゴっていうのはどうしてもね、出てきやすい自分のネガティブな部分らしくって、でもそれをなくすことによってですね、自分のネガティブな部分を、たらね、どんどん軽くなるんですよね。そうして、どん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 嫌なものを出すと、新しいものが入ってくるんですよ。すごいよね。なんか、すごいなと思って、もうね、一つ一つを知るたびに、うわ、すごい、わ、すごいって私の中では本当にね、気づきがたくさんあったんです。本当に気づきって言っても嘘じゃないです。本当に気づきがたくさんありました。はい。で、あと、この5番、映画。映画ってなんだよって話なんですが、こう、まあ、人もまとめに言って映画っていうふうに言ってますけど、自分が出した波動、周波数が生み出した現実なんです。なので映画って言いました。もうだから自分が映画を作ってる。難しいですよね。そう、私も難しいと思う。例えばなんですけど、そうだな。今、私が嫌な気持ちを感じているとします。すごいしんどいなーって。もう、どうしようか。もう嫌な、こんなのもう嫌すぎるみたいな。もうイライラして、嫌だ嫌だ嫌だっていう周波数とか波動を出しているとするじゃないですか。するとですね、まあ、その何日か後、まあ、1週間とか2週間後に、またその嫌だなっていう現実が来ちゃうんですよ。今出した波動が現実に起こるんです。この何週間後に。すごくないですか？そんなことあるのって思うけど、本当にあるんですよ。だから、自分はお金がない、お金がないって思って過ごしちゃうと、お金がない現実しか起こらないっていうことなんです。ねえ。だから、お金がない事実があったとしても、でも私は大丈夫だ。そういうお金があるないではないぞと。
気分をこう入れ替えてですね、少しでも波動を整えて安心リラックス好きなことをすると、不思議とだんだんといい方向に行くんですよ。自分のその現実がいい方向に行ってしまうんです。まずは本当に波動を整えるっていうのが一番大事かなって思いますね。はい、不思議ですよね。これ私も知って、あ、そうなんだと思って、まあ、なるべくちょっとネガティブな部分が出てしまっても、あーと思ってこうブロック解除したりとか、ネガティブな部分が出てもね、もうその時はしょうがないなみたいな、あ、もう出ちゃったなみたいな、ただ切り替えるんです。うん、あ、そうだ、なんかやっぱりこのままだったら 2,3 週間後になんかいいことも起こんないよなみたいな、だからこれ切り替えようって思って波動を整えるんです。もう寝ちゃうとか、もう考えたくなかったら寝ちゃうんです。そしたらなんかそんな嫌なことも起こらずに現実のが通り過ぎたりするんでしょう。不思議とね。で、あとこの6の願望ですね。願望、ですね、このずっとこう自分が安心リラックスして好きなことをずっとしてればいいのか、こう例えばずっと寝てたらあなたの人生幸せな方向に行くんですかっていうふうに思うじゃないですか。だって波動整えてるからいい方向に行くと思うんですよ。でも実際はですね、そうするとずっとこのままなんです。何も現実に起きないわけなんですよ。まあ確かに自分が安心してリラックスして好きなことさえしてればいい方向には行くかもしれないです。ただ人生やっぱり楽しく生きたいじゃないですか。いろんな経験もしたいですよね。ね、そうなった時にはやっぱりこうずっと寝てばっかりだとね、その現実が動いていかないんですよ。なので願望を出します。どんなこと、どんな風に自分はなりたいか、どんなことをしたいか、願望を出します。何でも思いついたことを願望に出すんです。例えば、安心したりリラックスしてたらね、ハイヤーセルフさんが直感でいろいろ教えてくれるんですよ。こういうことしたらどうだいとか、こういう道も君あるよっていうのをね、直感で教えてくれるんです。あ、そうなった時に、あ、なんかこれしてみたいな、あれしてみたいなっていう気持ちになるんですよ。それを、その願望を出すんです。例えばそれが、歌を歌ってみたらどうだい？君の歌は本当にみんなを癒して元気づけるんだよってハイヤーセルフさんからなんか直感できた。なんか歌ってみようっていうふうに思ったら、歌を歌って皆さんに届けたいっていうふうに願望するんです。宇宙さんが、そういうふうに、宇宙さんって。私はみんなに私の歌を届けたいんだと、そういうのを現実に起きたら嬉しいなってね、そういうふうにこう願望を宇宙さんに話すんですよ、うん、でそしたらここからが大事で、ただ言っただけじゃダメなんですよ。でそれが叶った時の感情をその時にこう味わうんです。例えば自分が歌手になってた、歌手になってみんな私の歌を聴いてすごく元気づけられてるんだ、あ、嬉しいなみたいなのを出すんです。感情をすると宇宙さんがね、 OK みたいな、分かったよって、でそれを受け取ってくれて、その後はもう願望を投げたので宇宙さんに、なので忘れます。この宇宙さんに言ったこと、いつまで経っても、例えば、ああ、まだ歌手になれないとか、ああ、歌でやっぱり無理とか、いつになったら歌手になるんだ、みたいな風に、この歌手になるっていうことをずっとずっと、いつっていう風になってる時は叶いません。うん。なので、もう宇宙さんにお願いします。願望出して、感情をその時の感情を感じて、あとはもう忘れるんです。はい。すると、ほんと不思議とその願いが叶います。はい。で、その行動ですよね。歌手になりたいっていう願望があるんであれば、やはり行動しないといけないですよね。ただ宇宙さんに、歌手になりたいんですって言っても、もうただこうぼーっと寝てるだけじゃ歌手にはなれないと思うんですよ。いくらその歌手のことを忘れたとしてもね。じゃなくて、ちょっと自分で歌詞を書いてみようかなとかね、曲をちょっと、鼻歌程度だけど
なんかこう作ってみようかな。今アプリでなんかいろいろタダでなんか音楽を作れたりとかするらしいんですよね。なのでそういう感じでこうふんふんふんっていうのを、例えばこう鼻歌を録音してみるとかね、何かそういう行動を起こすということが大事なんですよ。ただ単にもう安心リラックス寝る、もう好きなことだけってなるんじゃなくて、本当にそれとともに行動も起こしていくと、より早くもう宇宙さんにお願いしてるので、スーッとね、現実化しやすくなります。はい。で、あとは最後。これが一番大事かな。まあ、波動を整えるのも大事なんですけど、まずはこの自分を愛するということですね。私は本当にこれができてなかったなーって思います。いつも自己否定。自信がない。あ、例えばなんですけど、私の話で申し訳ないんですけど、例えば私が絵を描くじゃないですか。で、あ、すごいね、上手だねって言ってくれたとしても、いやいや、そんなことないよ、私の絵なんて全然全然と思うんですよ。もう私なんてまだまだだしみたいな私なんてもうなんか、あ、もうなんかすごいねって言われても、自分で自分を否定してるんです。そう、もうすぐに、もう、なんていうのかな。え、もう、全然、みたいな。私なんかすごくないよって。自分のことを自分で否定してるんですよ。そうなんね、一生懸命自分は頑張って書いたし、やったことを、すごいねって褒めてくれてる人がいるのに、自分で否定して、あ、いや、私なんかそんなすごくないよって。言っちゃうんですよ。ねえ、なんか今気づくと、まあ確かにね、日本人っていうわけじゃないけど、そういう方多いですよね。なんか、なんとかさんすごいですねって言うと、いやいや、私なんかそんな、みたいな、なんか社交辞令みたいなね。なんか、私すごいでしょって言うと、なんか嫌な気持ちにしちゃうのかなとかって思って、本当に自分はすごいと思ってても、そう言っちゃう人とかもいると思うんですよね。でもそれって、違ってて、すごいねって言われたら、あ、そうだよねって、私すごいよねって、私ってすごいんだ、そうそうそう、なんか結構頑張って書いたもんみたいな感じで自分褒めてあげるんですよ、うん、でその言ってくれた人にはありがとうねって、本当もなんか私これちょっと頑張っちゃったよみたいな感じでね、なんか言うんですよ。もういいんです、それで。もう自分すごいんですよ。地球に生まれるっていうことが本当に奇跡的なんです。この話をしてね、私、あらーみたいな、私この世に生まれて本当よかったなと思うんですけど、なんか星っていろんな星があるんですよね、宇宙には。で、地球も星じゃないですか。で、地球人とか、まあ他のも星とかに住んでる方はもう宇宙人になるんですけどね。で、なかなかその生まれ変わり、いろんな前世を経験してこうなんだ、生まれ変わりみたいなのがあるみたいでね、それで地球に行きたいです、地球に生まれたいですって言っても、なかなか地球に生まれることができないんですって。すごい倍率なんですって、地球って。なんでかっていうと、こういう肉体物質ですよ、こう手とか、こう肉体として自分が経験できることっていうのは地球だけなんですって。この3次元の地球だけ。あと高次元に行っても、こういう目に見えるとか触れたりとかってないんですよ、エネルギー体だったりして。だからすごくこの地球に生まれたいってみんな思うらしいんですよ、すごい倍率で。ね、でもその地球に生まれるっていうことは何か意味があって地球に生まれてるんです。でもね、その例えば、あ、私は地球に生まれたんだ、私はやるべきことがあるんだ、使命があるんだ、それは何かを探すんだって、そんなことは思わなくていいんでしょ。まあ、それはね、いろんな使命があっていろいろこう過ごしてる方もいらっしゃるんですが、もうそんなことは考えずに、ただ自分がこの波動を整えてリラックスしながら過ごせればもうそれで十分なんです。はい、この地球でいろんなね、
たくさん経験してきたと思うんですよ。もう本当に嫌なこともあったし、なんか私自身はまあ40ですけど、40歳ですけど、40年間の間にめちゃくちゃいろんなことがありましてね。なんかこう本当に長かったような短かったような40年ではあるんですが、でもね、本当今このスピリチュアルを知れてね、まだまだ100歳まで来たとしても60年間このスピリチュアルの、なんだろう、法則に従って生きることができるっていうのはすごくありがたいなと思うんです。このことを早く言えば早いほど実感できれば、もう楽しい人生ばっかりなんですよ。本当にそう思いました。実際、この地球に生まれてきたことを本当に嬉しくて、だから私が子供を2人いるんですけど、子供2人産んだのもきっと子供たちも何か、そのね、なんだろうね、地球に、倍率に受かってね、地球に生まれてきてくれたんですよ。本当にありがたいなって、本当にありがたい存在だなと思います。で、その実際この宇宙っていうかね、宇宙を作ったのも私たちなんです。そう、この私、自分、すごいんですよ。だから私たちは宇宙を作ってて、で、しかもその、なんだろう、無限の可能性があるわけなんです。宇宙なんか作れちゃうわけなんですから。すごくないですか？私はもう、そんなね、能力なんか一切ないと思ってました。自分でできることなんかないよって。もうなんか、ちょっと絵がね、少しこう、まあ、なんだろう、まあ、全然上手くないことはないかなとは思うんですよ。上手いとは思ってない、まあ実際思えなくて、その時に。で、私の絵なんか全然だし、なんかもう、なんかちょっと自己否定っていうのが本当強くて、まあそれもいろんなところからそういうふうな自分の性格っていうのも出てきてるんですけど、それを癒したりするのがこのインナーチャイルドだったりとか、この地球とこうふわふわしちゃってるのでグラウンディングするとか、なんかいろんなね、スピリチュアルのこのワークがあるんですけど、でもまずは私的にはこの8個の項目をするだけで本当にいい方向に進むので、ぜひ皆さんにこのことを伝えたかったんです。もう一気に伝えたかったの。なんかわかりました私の説明でわかりました。なんかどうだろう、この例えばこの好きなことをやるっていうのも、自分が本当になんていうのかな、もうお仕事そっちのけでね、今やってる仕事そっちのけで、もう私は仕事したくないからやりませんみたいな感じで仕事をしたりとかっていうのじゃなくて、例えば仕事は仕事でちゃんとそこをこなして、それで帰ってから自分の好きなことをするっていう感じです。で、波動を整えるんです。こうリラックスして自分の好きな音楽聴いたりとか、自分の好きなコーヒー飲んだりとか、本当にもう 寝たりとかね、もう十分なんです。それでだからやらないといけないことっていうのは確かにあるかもしれないから、それはきちんとこなすんだけれども、こういうそれ以外のところはもうゆったりのんびりやりましょうよっていうことなんですよ。波動って、同じような波動の人が集まってくるんですよね。こう不思議なことに。なので自分の波動が高まってると、そのような、同じような高い波動の方が集まってくるんですよ、不思議と。ねえ、だから、心地いいんですよ。同じような波動の人が集まってくると。で、すごくいい方向にみんなで行けるみたいなね。でも、例えばその友達でずっと一緒にいた友達がいるでしょ。で、その友達となんかこの子と話が合わないなとか、あれみたいな感じでこう違和感が出てきちゃったり、その子の言ってることがちょっと自分とそれ違うんじゃないかなみたいなことが出てきたとするじゃないですか。そうなった時はやっぱちょっと波動が違うことになってると思うんですよ。なので、まあ、その子ともう一切喋らないとか、そういうことじゃなくて、まあ、なんていうのかな。だんだん、その自分の
波動に合った友達がまた周りに集まってくるので、多分その方、その子もなんか自分から去っていくか、なんかちょっと距離ができたりっていう感じになっていくと思うんですよ。実際自分の波動が相手に伝わってしまうので、例えばばっかりだね私よく思うんですけど、旦那さんがね、お仕事の休みの時にね、ずっと寝てばっかりでイライラしてる主婦よくドラマとかで見るじゃないですか。もうなんかもうちょっとは仕事っていうか家事手伝ってよみたいな。私もよくあったんですよ、昔。なんかそんな休みなんだからこれちょっとやってよみたいな。やってくれればいいのにみたいな感じで思ってた。ちょっとイライラした時もあってね。まあ子供がほんとちっちゃい時とかも大変な時とか、これやってくれたらいいのにっていう時もあったんですよね。で、そういう時って、奥さんって、こうイライラした波動出てるんですよ。ピピピピってこうイライライラーって波動出てるでしょ。その波動を旦那さんも受け取るわけなんですよ。そしたら旦那さんもなんか知らんイライラするんですよ。ね、不思議と。なんかイライラ波動がもうこうガチンコして。で、ちょっとこう嫌な空気になって、もう喧嘩しちゃったりとか、もうこの人嫌だってなったりとかね。こう、もうなんかイライラしてこの家いたくないみたいなことになるんですよ。じゃなくて、この奥さんも考え方をガラッと変えて、こう、いつも旦那さんは平日にこう、仕事してくれてるわけなんですよ。これ旦那さんだったな。旦那さんはお仕事してくれてるから、ああ、ちょっと休みの日にね、ゴロゴロ休んでてもいいなと。そう、旦那さんは今この波動を整えてるんですよ。こう、ゴロゴロしながら。そうすれば、この旦那さん、お仕事うまくいっちゃうんですよ。そう、平日にこう、お仕事がいい感じでうまくいくんです。ゴロゴロしてると。だから、この奥さんもお仕事がうまくいくと助かるじゃないですか。だから、そこでイライラしなくて済むんですよ。OK? だから私思うんです。もっとね、ぐんたらしていいよ、みたいな。自分の好きなことしていいよ、みたいなことになると、多分ね、いい方向に進むんじゃないかなって。もう、だから奥さんも奥さんで、もう家事はね、もう大体ザザッとやったら、あとは自分の好きなことしてもいいんですよ。もしくはこう、一緒に出かけるとかね。まあ今のご時世ちょっと難しいかもしれないけど、スターシードクーさんが、スターシードクーさんという YouTube、クーさんっていうね、この YouTube もされてる方がいらっしゃるんですけど、その方が言われてたのは、家族の中に一人でも波動が高い人がいると、みんないい方向に行っちゃうよって言ってたんです。あ、そうなんだ、みたいな。私それ聞いてね、あ、じゃあ私がとりあえず波動を整えてたらみんないい方向に行くじゃんって思ったんですよ。うん。なので私はとにかく波動を整えることにしようみたいな感じで、自分のもう家事もまあ一応ちゃんとすることはするんですけど、もうとにかく自分の好きなことを、もう寝たかったら寝るし、好きなことをもう絵描きたかったら描くし、みたいな。なんかそういう風に波動整えてったら、不思議なんですけど、本当にね、家族変わりました。本当に変わったのはあんまりね、でもね、子供のこととか主人のこととか、やっぱり私じゃないから話すとあれなのかもしれないんですけど、ガラッと変わりましたよ。私、びっくりするぐらい。もう、家族がびっくりしてます。子供とか主人の方が逆にびっくりしてるぐらい。私一人が変わるだけで、家族全員変わるんです。すごいですよ。だから大人、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、どなたでもいいので、とにかく波動を整えてみてください。すると本当家族もね、全然変わってきますよ。今まで多分ないぐらい変わると思います。で、あと私が思うにやっぱりね、小学校の先生かな。小学校の先生っていうのは、波動を整えてほしいなって思います。なんでかって言ったら、正直小学生って生活の半分以上を先生と一緒に過ごしてること多くないですか？担任の先生。中学校とか高校って担任の先生って言っても教科ごとに先生違うんですよね。うん。なので、例えば数学の先生がちょっとイライラしてても、国語の先生がイライラしてなかったら、なんかみんないい感じでなんか波動整っちゃうみたいなところあると思うんですけど、小学校の先生って全部の教科ほぼ教えてるから、ほとんど一緒にいるんですよ。こう朝の会も、授業も、
給食も帰りの会までずっとほとんど教えてるから、その先生の波動が整えばどうなるか。そうですよ。子供たちの生徒たちも変わってくるんです。本当に変わりますから、ぜひ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 、もう小学校の先生と親、欲しいなって思います。変わってほしいっていうか、ぜひ実践していただきたいって思います。もう絶対変わります。私が実証済みなので、はい、これ長くなって、もう1時間近く話しておりますが、本当にもうちょっとわからなかった方は、もうぜひこのスピリチュアルあきこさんの動画見てくださいね。すごくわかりやすく説明してくださってるので、もう多分ね、全部見たらもう完璧にこのことわかると思います。はい。なので、まあ、まずざっと、整理するとですね、まとめると、まずは波動を整えましょうと。安心、リラックス、好きなことをするんです。すると、このハイヤーセルフさん、もう自分自身、高次元の自分自身とつながることができて、もうちょうどそうなってる時がハイヤーセルフの状態なので、もう直感も抑えてくるし、いい方向に行くんですよ。いい方向に行ってしまう。はい。なんか自分で嫌だな、もやもやするなっていう時はもうブロック解除。電球嫌だなって思うのを電球に置き換えて、その電球をポンと捨てて、新しい電球をくるくるとつけて、その光を感じる。はい。で、このエゴの声も、例えばどっか痛いなってなった時は、まあ、怪我したりね。ああ、これ私のものではない、エゴのものであると。唱えても忘れるんです。すると、だんだんとね、こう、その痛みが取れたりとか、だんだん治りも早かったりします。怪我もね。で、この映画っていうのは、自分の波動が現実を作っているよっていうことです。うん。だから自分がハッピーな波動を出してたらハッピーな現実が起こりますし、嫌な波動を出してたら嫌な感じで人生が進んでいってしまうんです。はい。で、あとこの願望ですね。こう、波動整えてずっとこう、いい感じでいってもいいんだけれども、やっぱりこう、そう、ハイヤーさんとつながってると、あ、これしてみたら？みたいなのがピュッとくるんですよ。そうなった時に、あ、これしてみようと思った時に、宇宙さんに、あ、これしてみようと思うんです。叶いますように、みたいに、願望を出して。で、その、叶った時の感情を出すんです。ああ、よかった、嬉しい、楽しい、とか、ああ、嬉しい、安心する、とか、なんかそういうふうに出して、あとは忘れる。うん。そのことをねちねち思わない。はい。で、次、行動。その、ハイヤーセルフさんの、教えてもらってね、こうしたらどうだいっていうのを願望を出したら、あとはそれにつながる行動を起こしていくっていうことです。はい。で、あとは、自分を愛する。自分が好きなことをやる。嫌なことはやらない。もう嫌だなっていう人からも少し距離を置くとか。もう、その人をブロック解除しちゃうんですよ。いちいち考えない。うん。もう自分を愛してください。もう自分はすごいですよ。宇宙作っちゃうぐらいなんで。宇宙作れちゃうんですよ。本当に自分って。うん。だから私もまだまだね、ちょっとこう自己否定しちゃう部分があるんですけど、あ、いやいや、私はすごいんだぞと。何でもできちゃう。何でもこれからいろんな可能性があるんだって、ね、最近本当に思うようになって。なので、私はハイヤーさんから絵を描いたらどうかなって。もう本当にね、ピンってきたんですよ。その時に、また長くなっちゃうな。私、佐々木朝日さんの動画よく見るんですけど、朝日さんが杉田洋平さん、杉ちゃんとデートしてみたっていうのを動画上げられてて、あ、なんか杉ちゃん、みたいな。どんな人かなと思って、バチェロレッテっていうのに出てらっしゃるってことで、それ見たんですよ。そしたら、その杉ちゃん画家でね、バチェロレッテでめちゃくちゃなんかもう、なんて言うんかな、自分を表現する相手に。で、優しくて、なんかもう、わあ、こんな人いるんやってなった時に、スギちゃんがね、YouTube チャンネルを出すってなってて やってるってのを知って、あ、なんかそれをね、また見たら、あ、絵描きたいな、アクリル絵の具で絵描きたいなと思ったんです。そう、そこからですね、なんか私、絵描いてみようって思ったの。もうなんか私には絵が描けないとか、私の絵なんて誰も見ないしとか、別にそんな上手でもないしとか、もう本当にね、否定しかしてなかった。
でも今思うとね、私本当前も話したかもしれないんだけど、小学校の時の先生に、あなたはゴッホだねって、これからちょっと画家になるかもねみたいなことね、言われたことがあったなみたいな思い出して、本当それって結局そこに戻るんですよ。自分のね、ちっちゃい時に好きだったこととか、多分それがね、つながってるんだなって実際思います。なんかいろんな方の人生っていうかね、なんかその使命を見てても、ああそういうことかみたいな、なんか私こうなんかヒーリングとか癒しとかそういうのもちょっと興味があったりとかして、それで私看護師にもなったのかなとか、あとやっぱりなんだろう、こう昔がおまじないとか占いっていうのが好きだったんですよ。なので多分今タロットとかそういうのが好きなんだろうなとかね。いやー本当に昔やっぱ好きだったものっていうのが反映してくるんだなと思って、だからその今お子さんがいてちっちゃい子がいるってなった時に、そのお子さんが好きなものってなんだろうって、その子が興味あることってなんだろうって、それをね本当伸ばしてほしいなって思います。親御さんだったり、あと学校の先生だったり、その学校の先生が自分のそのよくあるんですよね、こう宿題をこうしましょう、確かに先生はね宿題をしてこさせないといけないからしょうがないんだけど、でもそこでねこう本当にしたくないことかっていうのをこう自主弁とかって昔っていうか娘とか息子あったんですけど、その自主弁も勉強のことじゃなしに、なんか好きなことを先生に教えるみたいな自主弁あっていいと思うなと思うんですよ私的になんかいろいろなんか出てきちゃうんですけど、なんか子供をねもっとなんか伸ばす方向で教育っていうのもなんか変わっていったらいいなって思います。これをやれ、あれをやれ、これを覚えなさい、こうしなさい、ああしなさいっていうんじゃなくて、こうしてこうすることもいいよっていうのをこう選択肢を与えてあげるっていうの、これだから自分が選んでこれをやりたい子はこれをやればいいし、これをやりたい子はこれをやる、なんかそれでどんどん能力が開花していくんじゃないかな、なんか早くそのことに気づけるんじゃないかなって思うんですよね。はい、まあそんな感じなんですけど、なんかいっぱい話してもう1時間経っちゃうね。もうそうで、もうとにかくこの自分を愛してください。そうしたら本当にいいことしか起こんない、いい人しか集まらない、いい幸せも楽しいことばっかりで過ごせます。自分軸で過ごしてくださいね。好きなことをやりましょう。本当それでいいんですよ。ただ私はただ単に自分のわがまま好き勝手言えばいいのかやればいいのかではないと思うんですよね。うん、ここをなんか勘違いしちゃダメだと思ってて、全てにおいて愛のある行動、愛のある言葉で話すっていうことです。自分軸でもいいんだけれども、その人にとって愛があるかな、この自分の言ったことは相手の人にとって愛があるかなって、愛を持って話してるかなって、そこだけ考えてほしいなと思います。自分軸でなんかもう自分の言いたいことだけばば言えばいいとか、なんか自分のやりたいことだけもう好き勝手すればいいってことじゃなくてね、やっぱりそこは人と人とのつながりっていう、ご縁っていうのは本当大事、感謝の気持ちっていうのも本当大事なんです。感謝の気持ち、その感謝もあるな、旧感謝かもしれない。なので自分の意見を伝えるってことは大事だと思うんだけれども、愛のある伝え方をするだとか愛のある行動で示してほしいなって思います。どうでしょうか、皆さん分かりますか。もうなんか私がもうちょっとちゃんとお話できればいいんだがまあもうこのねスピリチュアルアキコさんを見てください。私の師匠さんです。勝手に私が言ってるだけですけど、はいでまたスピリチュアルのこととか、いろんなこととかね、なんていうのかな、まあ絵を描きながらお話ししたりとか、あとタロットのねリーディングとかもなんか自分でできたらなとかっていう願望も本当にあって、もうどんどん私も自分のありのままで好きなように YouTube を、投稿していこうと思いますので、皆さんも好きなように見てやってください。はい、そんな感じです。これだけを伝えたいな
嘘だと思ってやってみてほしいです。本当になんかもうスピリチュアルとか全くそういう、もう言葉とかどうでもいいから、とにかくこのことをやったら人生変わっていきますし、もっと楽に生きられるし、悩みも本当少なくなるしね。まあね、私が言ってることがね、なんか間違ってる、基本間違ってないと思うんだけど、でも違うかもしれない。うん、なので、私はこれを信じて生きています、今。うん。ただね、本当にね、楽ちん。すごい楽ちんになりましたよ。うん。なので、皆さんも、もうこのご時世だしさ、なんか嫌なこととかさ、なんかもう暗いニュースとかもあるでしょ。なんか、そういうのあえて私あんまり入れないんですけどね、ニュースとかは。うん、でも、自分はすごいし、自分の波動整えてたら、本当にいい感じにしかいかないから、それを信じて、皆さんこれをしてみてください。大丈夫。不安に思わなくていい。大丈夫。そう、大丈夫。私が言いたいのは、大丈夫ですっていうことです。私の好きな言葉は大丈夫です。何でも、うん、大丈夫、大丈夫って言ってます。何でも大丈夫って言ってる。うん、ほんと確かにそんな感じかな。もう大丈夫、大丈夫。大丈夫ってよく言ってるな。うん、だって大丈夫だもんで。うん、そうそう。なんかすごい悩んでても、うん、こうしたらいいよ、大丈夫だよって。いい方向にしか行かない。うん、したらもういい方向に。もう、だからそうそうそう。まぁちょっと早く終われって言うんですけど、そう、あの、娘の中学校の入学式あったじゃないですか。あったんですよね。で、その時にね、雨がね、降りそうだったんですよ。めちゃくちゃ。もうほぼ 70% とかだったんですよ。で、でも私は大丈夫。宇宙さんに雨降らお願いですと、入学式の間だけはせめて雨降らさないでください、お願いしますっていう願望を出して、あとはもう大丈夫っつって、もうあの雨のこと考えなかったんです、もう大丈夫だって。まあね、そしたらね、本当にこれ嘘みたいですけど、入学式の間は降りませんでした。はあ、午前中のほんと何時間だけど、その時は雨降らずに、あの何、終わったらポツポツって来てた、ポツポツポツって。すごいでしょ。いや、だからね、私本当に信じることが大事だなと思うんです。なので皆さんね、あの半信、今私が話したことを半信半疑で聞いてる方もいるかもしれないです。それでもいいんですよ、その時はそれでいい。でも例えば、あ、もうしんどいな、ちょっと甘味のこんな話してたなみたいな、ちょっとやってみるかみたいな思ったら、ぜひやってみてください。それはあなたがね、これを今ね、やろうってなった時が、もうこれですよ。目がピュッと出た時ですよ。もうね、目がもう自分の殻がもう、あの疑いがパーンと割れてピュッと出てね、あなたこれからこう本場にな、これ私朝顔のつもりで書いたんですけどね、まあ、双葉からね本場になってね、綺麗な朝顔咲かすんですよ。もうね。そうそうそうなんです。こうやってね、こう助けてくれる方もいますよ。ほんといる。大丈夫、大丈夫。ね。大丈夫だよ。だから、ぜひ皆さん、これはしてみてください。長いこと聞いてくださってありがとうございました。もう。本当にこれ以上私が伝えたいことはないかもしれないっていうぐらいお話をしました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ちょっと言ってみたかったのこれじゃあね、またね、またでーす。